い、今週はアディダースアディダースアディダース、はい、今回こちらアディダスのトレシュートスパイクのご紹介です。はい、まずこちらトレシューなんですけれども、こちらのこの3つですね、ある漫画でインスパイアされております。このインスパイアされたデザインがめっちゃ、これはすごいですね。こちらトレシューということでベルト3本タイプですね。でこちらですね、この後ろの部分、あっと見えてしまった、こちらこんな感じで3種類すべてですね、このかかとにこのデザインが入っております。で裏側もですね、こんな感じで、ちょっと見えますかね、このキラキラしてるんですよね。でこのボッチがいっぱいあるソールですね。はい、続いてこちらスタビルシリーズのスパイクなんですけれども、こちら5ツールプレイヤーということで、足の動きを考えられて作られたスパイクということで、まずはこの足首の部分ですね、ここがですね一体化してるパターンなんですよね。最近ちょこちょこ見かけるとは思うんですけれども、こんな感じで履き口のところが一体化してるパターンですね。であとこちらですね、このかかとの部分もですね、クッションが入っていて、ここもですね柔らかくなっております。そしてちょっと見えました、インソールから吹き出しが出ております。アディダスの吹き出しが出ております。そしてこのスパイクの方もね、吹き出しがついているという感じのデザインですね。でこちらの底はこういう感じです。後ろはこの3本で、前はちょっと多めに配置されてる感じですね。はい、続いてこちらがアフターバーナーシリーズのスパイクです。こちらもですね、この履き口の部分かなり特徴的で、中がですねこういう感じで繋がっているような、繋がっていないような、ちょっとこの珍しい感じですね。このベロがこういう感じですね。であとはこの紐の通り方も特徴的で、結構この横側まで通ってるんで、しっかりとこうギュッと締めるとフィットしてくれるんじゃないかなと思います。こちらの底は先ほどとのちょっと違うタイプで、このかかとがですね刃は2本なんですけれども、細かいスタッドもついていて、こういう感じですね。で前もちょっとこの端目についていて、細かいスタッドもいくつかついてるような感じですね。さっきのと比べるとこんな感じですね。でこちらの2つですね、サイズ感的にはまあ普通のサイズ選びで大丈夫なんですけれども、ちょっとですねこの履き口の部分が狭い分、足の横幅が広い方はまあ 0.5 回ちょっとアップした方がいいかなというぐらいの感じのサイズ感ですね。ということでアディダスのシューズとスパイクのご紹介でした。今回の題は野球あるバッティング編、公式だったら言ってたわーっていうやつ。本日の MVP 賞はこちら、こちらを見つから選んでいただきます。チャンネル登録はここから、そこおすすめ動画はこちらを見てね、こちらを見てね、バイバーイ。